はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は背中のエクササイズを指導する順番ということを、お話しますけれども、コメント欄に質問がありました。結構前の動画なんですけれども、僕はダンベルを持って、肩甲骨をグイッグイッとこう動かす、肘を、腕をあまり動かさないで肩甲骨だけこうやって動かす、動画を紹介したんですけれども、そのエクササイズというのは、いろんな背中のエクササイズをやる前に一番最初の段階として肩甲骨を自在に動かしてもらうというために、それを、やってますということを紹介したんですね。その他の種目というものをやる前に腕の意識ではなくて肩甲骨を自在に動かす意識ができなければ背中ってなかなかうまくできないんですね。だから他の背中のエクササイズをやる前にまずはこのダンベルを持って前かがみで肩甲骨を動かす、自在に動かしてもらうということを、腕の意識をね、なくしてそっちをやってもらうということをやってるんですけれども、で質問があったのは、コメント欄に質問があったのはラットプルダウンは4段階目ぐらいですというふうな話を僕がしてたので、その4段階って間次は何なんですか、どういう順番なんですか。その人がまあちょっと海外にいて、まあベトナムって書いてあったんですけども、まあ、なかなかまだフィットネスが、ね、発達しているところではないので、こういう動画とかネットの情報だけでやってるんでぜひ教えてくださいということなんで、まあ本当はね企業秘密なんですけれども、そんな大したことでもないのでちょっとここで話していこうかなとは思ってます。本当に基本的にね、今のダンベルで肩甲骨を動かすというのは、一番最初にやってるので、まあ、これちょっと詳しくは以前の動画を見てください。それをまずやっていく、これが確実に初日にできれば次の運動に行きますが、これができなければ多分この今このダンベルのベントオーバーローというものを2週間3週間続く場合もあります。それぐらい続けてやっていかないとうまくできない人もいるので、特にデスクワークで肩甲骨開いたままで仕事をしている人はそれがかなりできないので結構何週も続くことがあります。でその、まあ、ダンベルベントオーバーローが、まずできてもできなくても結構最初の段階でまずデッドリフトを入れます。デッドリフトはまあここから前かがみになって立ち上がる、前かがみになって腰と背中を使って立ち上がるということで、まあ、これは背中をね縦にこう起こしてだけなんですけど、まずそれだけの、腰そして背中全体ということで、まあこれはね比較的まあね、ももらは硬いとできないですけど、なかなかできないですけれども、比較的まあ普通にできるので、まずこれは最初の段階で、ダンベルベントオーバーローと同時に、取り入れていきます。でそれからダンベルのこのベントオーバーローができるようになれば、ようやくバーベルのベントオーバーローに入っていきます。バーベルです。ダンベルのベントオーバーローである程度コツがつかめているので、バーベルのベントオーバーローで少し重くして、肩甲骨の間の僧帽筋、菱形筋だけではなくて、広背筋、大筋を使いながらの、そこの収縮、伸展をしっかりしていくような運動をやっていきます。そして、バーベルのベントオーバーローができるようになったら、ケーブルマシンか、まあ、ラットプルのマシンを使って、リバース、逆手でのプルダウンを行っていきます。逆手。逆手で上から脇ですね、肩と肩甲骨のあたりを下げて、肩と肩甲骨をしっかり上げて引き伸ばしていく、下げて引き伸ばしていく、まずはこの時に腕の意識はあまり持たず、腕は半分ぐらいしか引かないで肩甲骨、肩をしっかり伸ばしてから下げて締めるということをやっていきます。それから最後にこのラットプルダウンに入ります。ラットプルダウンのこっちに入っちゃったと聞いて、結構ねもうリバースとまた違ってね、すごいこれを下げる、で後ろ側になかなか縮んできにくくて、ほとんどの人が、まあ、前こういう感じになっちゃったりとか、とにかく肘が前に行っていっちゃったりとか、この背中の筋肉って、まあ、この半分より後ろについてるわけですね。半分より後ろについていてそれを下げなきゃいけない、だから下でありながら後ろでなきゃいけないんですね。これがなかなか難しくて縮んでこない、縮んでこないから中下げようと思ったら肘が前に行ってこっち、こっち行ったらこれ胸です。胸の筋肉が縮んで降りていくことになっていくので、半分は胸でバーを下げている、そのバーを下げていることになっているけども背中が縮んでいるわけではないということですね。ですからまあ、これラットプルダウンのところでね、ラットプルダウン特集としっかりやりしてし、ラットプルダウン特集としてしっかりやればいいんですけれども、ラットプルダウンはとにかくね難しいんです。なんかジム行くとね一番最初に教えられて誰でもやってるような感じがあると思いますけれども、これがね一番難しいんですよ。肩甲骨を下げて肩のね肩関節も全部下げて、下げる方向に縮めながらも後ろに縮めていく、で肩甲骨今度はグーッと開いていく、肩甲骨下げて縮めていく、肩甲骨上げてね、
できる限り肩甲骨を上げてストレッチしていくということがすごく難しいんですね。どうしても腕が入っちゃって胸が入っちゃったり、下げても肩がねこう上がったままだったり、これ先ほどの肩だけ残っちゃったりするんですけど、そういうのもなくしていきたいので、これ かなり、複合的になってくるので難しいんですね。だから僕は今みたいな順番でまず肩甲骨から入って、ベントボールをやってリバースで脇だけ使うことだけをほぼ上の半分だけで、引きながら、脇で下げていくことで、それからラットプルダウンでやっていく。まあ、このラットプルダウンもねやり方がねすごく難しいので、細かく言うと、結構長くなってしまうので、ちょっとラットプルダウンがないと難しいので、これまたね別なところで説明できればと思うんですけども、基本的にはそういう順番でやっていきます。まずね自分でやるときにもその一つ一つが、うまくね背中にが縮んで伸びて大きく伸びているかどうか、ちゃんと縮んでいるかどうか、それが確認できるようになってから次の段階に進んでほしいと思います。そんな感じでラットプルダウンがやっぱり難しいので一番最後に持っていってます。必ずねいきなりね難しいのを飛び越してやって、しかもさらに重いのをやってしまうと全然背中が変わらないということになってしまいますので、しっかり段階を経て順番を確認しながらやってみてほしいです。まあちょっとね大きな運動がそれぞれ説明できてないので、そのポイントがちょっと分かりづらいかもしれないですけれども、その段階だけねちょっと確認しながらやってみてください。はい、パーソナルトレーナーのユージでした。